はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、6月7日金曜日の更新でですね、TS 第24弾、大黒正史選手が登場したわけですが、えー、こちらの登場ガチャですね、えー、解説していこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、今回ですね、まあ、TS が登場したということで、おそらくまあ、このタイミングに登場するということは、まあ、執に関わってくる TS なんじゃないかなというところなんですが、 さあ、果たしてね、やっぱね、この周年といえばね、福袋ガチャというものがあるわけですよ、皆さんね。はい。ということは、じゃあ、これをね、差し置いてまで引くべき必要があるのかという見方もね、できるタイミングになっております。ということで、で、あとはね、おそらくまあ、この福袋にね、大黒選手がおそらくまあ、しょっぱなのやつに、多分入ってくる可能性が、まあ、14日から始まるんだったら入ってくるんじゃないかなというところで、まあ、ちょっと迷いどころになってるんじゃないかなと思いますのでね。うん。 まあ、あここも最終的にちょっとジャッジできるように、えー、しっかりとね、中身見ながら今日はね、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速ね、見ていきたいんですが、はい。えー、今回ですね、えー、こちらですね、タイムスリップ11年ガチャ、大黒正さと書いてますが、えー、11年ガチャ、いつも通りね、登場ガチャが来てますので、えー、解説していきます。で、今回ですね、まあ、京都と、えー、ガンバと日本代表の3種が登場してますので、えー、固定ではありませんと。 まあただね、まあ、全員大黒選手なんで当然ね、大黒選手のバージョン違いなので、まあ、例えば顧問権とか当然ね、あのフュージョンできますし、まあ、TS とか例えば同士でフュージョンしても同じカード扱いになるんでね、一応ね、まあえー、3割カットとかも発動しないしということで、まあ、育成はね、基本的にはしやすい、まあ、組み合わせですね。まあ、1人で3種出たりとか、1人で2種出たりとかするときは、基本的に育成がしやすいというのもね、まあ、この TS とガチャの特徴だったりもするので、えー、ここもね、まあ、ちょっと押さえておいてほしいなと思いますね。はい。 ということで、じゃあ早速ね、スペシャル枠から順に見ていきたいんですが、ま,あ、まずね、1周目ですね、ここから見ていきましょうか。はい、ここ、1回目と2回目がね、顧問以上確定ですね。で、3回目がタイムスリップ以上の確率が20%。で、4回目、グレード85以上確定。で、5回目、顧問以上確定。で、6回目がタイムスリップ以上の確率が30%。 で、タイムスリップ、えー、ごめんなさい。7回目、8回目が顧問以上確定。で、9回目にタイムスリップのいずれかの大黒選手が確定して出てくるということですね。まあ、ここは欲しいのがね、まあ、1周、2周、3周ともいろいろあると思いますけど、人によって違うと思いますが、ま、あ一応33%と思って引けばいいんですかね。まあ、確率に偏りはね、そのバージョンごとに回るとかではないんでね、まあ、均等になってるんじゃないかなと思います。続きまして2周目まで行くといつも通りね、スターのピックアップとかが入ってくるんですが、 まず1回目ですね。タイムスリップスターの、えー、確率が5%。で、2回目はコモン以上確定。で、3回目もスター以上の確率が5%。で、4回目がグレード85以上確定。で、5回目はコモン以上確定。で、6回目スター確率が10%プラス、まあ、これ選べるタイムスリップ券ね。まあ、これ何かというと、まあ、3種ね。まあ、その1周目の9回目では3種、えー、選ぶことはできないんですが、1枚確定となっているんですが、この2周目の6回目まで来ると、おまけでね、 あの、TS が、えー、好きなやつが1枚もらえるということで、ここでね、初めて、えー、3種のうち1種欲しい人は確実にその選手の TS を最低限手に入れることができるというね。まあ、保険みたいなもんですかね。保険にしてはちょっとお高いですけどね。はい。そんな感じでここにありますと。で、7回目、8回目で顧問以上確定。で、9回目でスター確率が20%というね。 まあ、いつもの TS 登場ガチャ。まあ、この前の中田浩二選手の登場ガチャとかね。まあ、その前のイニエスタ選手、ホールラン選手、トーレス選手みたいな感じと変わらないですね。えー、ピックアップになっておりますね。はい。ということで、ザ、えー、タイムスリップ登場ガチャというね、感じなんですが。まあ、これ特徴としてはね、見てもらったらわかるんですけど、顧問以上確定というのが結構あると思うんですよ。で、そもそもの確率とかも、まあ、一番このタイミングが優遇されてるので、まあ、大黒選手のみのことを考えるんだったら、素材とかが結構集まりやすいね。 まあここに引くっていうのは全然ありじゃないかなっていうね、ピックアップになってると思いますね。まあ、スペシャルアクになってると思います。はい。ということで、一応ね、まあ、あとガチャの確率とかもね、ちょっと見ておきたいんですが、まあ、これちなみに14日で終わりますね、このガチャね。はい。ということは、まあ、福袋と入れ替わりの可能性もあるんかなとかね、うん、考えながらやっていかないといけないんですが、提、え、供、ー、割合はですね、基本的には常設で、まあ、タイムスリップが0.59%。 でタイムスリップスターが0.01%でレギュラーが91%フォーカスプレイヤー第1弾が3%プレイメーカー3%でコモの確率が2.4%ですねはい、となってます。 でこれはですね、タイムスリップの、えー、コモンとかスターとか、まあ普通のタイムスリップのかとかの確率は、このガチャが一番高いです。まあ福袋に入ってきたとしても、これぐらいの通常時の確率ではないですね。まあ大体3割カットされると思ったらいいと思います。ここからね、確率からね。というぐらいの数値になるので、まあ餌とかも一応ね、そのピックアップ外のところとかからも、まあ全然出やすい。まあスペシャル枠ーク外のとこ,ろところからも、まあ一応このガチャが一番拾いやすいので、まあ大黒選手だけの育成を考えるんだったら、このガチャというのはね、確率的にも言えることかなと思います。 であとですね、まあ、通常の、まあ、限定とかとタイムスリップのピックアップじゃなくて、確率がちょっと違うところとしては、あの、干渉しないんですよね、その上にね、例えばタイムスリップが20%だったら、タイムスリップスターの確率が上がるのかっていったら、上がらないんですよ。うん、で逆にこれ、スターの確率がピックアップされてるとき、じゃあ、タイムスリップの確率上がるのかとか、コモンの確率上がるのかというところに関しては、まあ、これも干渉しないので変わらないんですよ。 だから、それをね、気をつけていけば大丈夫だと思うんですけど、だからもスペシャルワークに変えてることがもう全てで、あとはこの基本の確率さえ押さえておけば混乱することはないんじゃないかなと。まあ、例として見ていくんだったら、1周目の3回目とか見てみると、まあ、これですね、ちょうど、えー、ここね、20%以上のとこなんですが、タイムスリップが19.99%になってるんですけど、スターは増えてないですよね。 0.01。で、コモンの確率も2.4%から変わってません。ということで、まあこういうふうに干渉しないんですね。ただそこだけが上がるみたいな感じなので、まあそれを追っていけばずーっとね、例えばスターの確率とかも、まあそれこそ、そうね、まあ2周目とかに入っていくと上がるんですけど、ちなみに1周目の最後とかは、これはもう99.99% 99で0.01%なんでね。まあこう言われるときついよね。うん。まあ当たる気しないよね。はい。<laughs> 逆にね。別に変わってないですけどね。うん。 で、まあ、スターの確率が逆にピックアップされるときは、えー、っと、ちょっと待って、ね。あ、ここかな。はい。えー、タイムスリップは0.59から変わってないですね。で、スターが5%に上がっているということで、これも干渉しないというのはこういったところからわかるかなと。で、コモも2.4%から変わってませんっていうのが、まあ、大まかな TS の特徴ですね。まあ、だから限定みたいにその上のやつとかが干渉されて上がっていくとかはないので、基本的にはもうその書いてあることが全てですね。 まあそこをしっかりと押さえた上で、まあどこまで引くかというのをしっかりと選びながら、ぜひね、挑戦してほしいなと思います。はい。で、あとですね、結局、まあ今日の本題になると思うんですけど、じゃあ福袋ガチャに、まあ大黒選手が入ってくる可能性がありますよという話をしたんですけど、まあ確実ではないですけどね。まあこればっかりは、 14日から終年が始まるっていうのが、絶対ではないんでね、今んところね、告知とかも来てないし、まだまあ正直わからないんでね。で、これがじゃあ14日に来るってなった時に、おそらくね、その第1弾、第1弾っていうか福袋の話ね。あの、終年の、まあ、フォーカスプレイヤーが第2弾が登場するところで、えー、福袋が登場すると思うんですけど、その中に大黒選手はおそらく入ってると思いますね。今まで通りだとね。まあ、ちなみに去年の6月前半に言った中田秀俊選手のカードは入ってたので、まあ同じように入ってくるとしたら、 ま、ピックアップはね、それぞれ5%、10%とかやったかな。で、5%と10%が2回ずつぐらいチャンスはありましたね。うん。で、これはおまけとの関係でガチャ剣でもらえたので、ガチャ剣を引くような形になるんですけど、ガチャから排出というところも一応あるんですけどね。 まあ、排出にも入ってるんですけど、そういったピックアップというところで、まあ、狙えるようになってるみたいなガチャが登場するということで、まあ、一応タイムスリップのピックアップも同じくあるので、まあ、少なくとも大黒選手を狙うところはここだけじゃなくて、まあ、当然ね、まあ、6月28日まで排出があるので、まあ、そう考えると、まあ、それ以外のガチャにもね、入ってくる可能性は当然あるんですけど、まあ、大まかなところは福袋ガチャか、このね、 まあ、タイムスリップの登場ガチャかなというところになるんですが、じゃあ、果たしてね、その、まあ、福袋に入ってくるとして、ここで引く意味があるのかっていう話なんですけど、これに関してはですね、あるっちゃあります。はい。で、あるところは、じゃあ、どういうところなのかっていうと、まあ、さっき言った通り、大黒選手の素材のこととかを考えると、あるんですよ。はい。だから、まあ、育成がしやすいってことね。 まあ要は、センス抽選とかもやっぱり顧問権,かと,か顧問権とかで結構受けれるし、なんなら顧問権から上位センスとかついてもおかしくないし、スキル強化とかね、そういうところも含めて狙えますので、そう考えると、決してこのガチャを引く意味がないとは言えないんですよね。 まあ、ただですよ。まあ、その、まあ、福袋とかってやっぱりおまけとかでソックスとかがついてくるので、相当ソックスの量とか変わってくるんですよね。例えばこのガチャ2周引こうと思ったら、まあ、福袋ガチャ1周多分11回だと思うんで、まあ、2周と、まあ、終盤までいけると思うんですけど、まあ、そこまでのね、そのおまけの量とか考えたら、福袋ガチャの方がいいわけですよ。 だから、ま、個人的には、その、よっぽどね、めちゃくちゃ課金してる人以外は、ここで引くっていう選択はあんまり取りにくくて、ま、ソックスをね、やっぱ取りたいっていう人が多いでしょうから、僕ぐらいのレベルでもやっぱね、スキル、僕ぐらいの、ま、あ課金額とかでも、やっぱりね、ソックス取りたいなと思うし、そうなると、ま、あ福袋を引きたいなっていう人が多いと思うんで、だからその福袋とか、ま、金スパとか含めたそのね、あの、おまけがいっぱいあるんですよ、福袋ってね。で、毎年ま、ちょっとずつグレードアップしたりもするので、 中身が今年どうなるかわかんないですけどまあ良くなってるとしたら、まあ、そっちを引くメリットっていうのは結構あるとだからそことまあ今回のこの登場ガチャをね引く天秤をかけないといけないんですけど、まあ、あとはさっき言った通り大黒選手のゲットの確率は当然こっちのタイムスリップ11連ガチャの方が高いのでまあ特に TSS 狙うんだったらこのガチャ行く価値はあるかなとで逆にね TS 狙うぐらいだったらね僕はねあんまりお勧めしないですねだからまあ勝負に行くんだったらもう2周目 まこれも引き切りとか、まあそれこそ、まあせめて、まあ2周目6回目とか、まあせめて、まあ一番少なくとも2周目の1回目とか、まあ少なくともスターを狙うとして、え、ガチャを引くなら全然ありだと思うんですけど、まあそうじゃない場合はね、まあ TS の場合はね、基本的に福袋を回した方が僕はいいと思いますね。まあ10%、20%、30%ぐらい確かピックアップついてくると思うんで、まあ個人的にはそこを狙いながら。 の方がいいと思いますので、まあ、どうせこのガチャ引くんだったらも TSS は狙いたいですね。TS 狙いとかでは引きたくないような、まあ、タイミングにはなっているとはい思っていただけたらなと思います。であと、センスに関してもねスパイク入れたりとか仕上げたりができるので、そういうところも考えながらねまあ、ちょっと、はいえー、精査してほしいなと思います。 で、あとは、今回の大黒選手のカードの評価なんかはね、別の動画とか、まあ、更新チェックでもちょっとちらっと話したんですけど、まあ、そういった話とかもしてますので、まあ、評価が気になる方はね、ぜひそちらの動画を見ていただいて、まあ、狙う価値があるかどうかというところをね、判断していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、基本的にはやっぱこのタイミングね、 まあ、よっぽどの人じゃない限りは、ちょっと引きにくいね、うん、ガチャとなってます。まあ、どうせならやっぱ福袋で、まあ、狙えるチャンスもあるからね、そっちにかけるっていう人が多分、まあ、大半なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どうしてもここで勝負行くなら、まあ、大黒選手にね、特別な思い入れがあるんだったら、まあ、大黒選手だけのことを考えるんだったら、ここがね、まあ、当然、チャンスですので、はい、ぜひ考えて勝負に行ってみてください。で、あとはですね、福袋ガチャが、まあ、どういったものが来るのかっていうのもね、ちょっと気になってる人いると思います。で、大まかなことに関しては、前ね、あの、 まあ、振り返り動画であげたんですけど、振り返り動画の前編かなで、福袋で取り上げた動画とかもあるので、まあ、もし中身がね、どうしても気になるんだったら、そちらの方を見ていただきたいなと思いましてある程度、まあ、ここで話しとくと、まあ、おそらくね、毎回ガチャ回すごとに金ス、金、金ソックスが50個ぐらい、今年は50、まあ、今年は5周年なんで55個とかついてくると思うんですよ。だから相当大きいんですよね。 うん。なので、まあ、それプラス、まあ、一周回し切ると金スパとかね。まあ、あと福袋も一段だけじゃなくて二、三段とかあったりして、で、今年もしかしたら、まあ、更新チェックの時にも言ったんですけど、あの、三段の時に、もしかしたら、大黒選手終わった後に、また7月の上旬とかに TS が出てきて、それが入ってくる可能性もあるんですね。だから、今年もしかしたら周年 TS 二周ある可能性がありまして、 まあもしね、その2周目の方に期待するっていう人は、ここはね、する案件とかにもなってくると思うんでね。まあそういう、なんていうかな、周年全体の立ち回りとかも、一応考えながら、えー、ぜひ立ち回った方がね、いいんじゃないかなと思うところありますんでね、えー。そこはね、考えて、えー、チャレンジをしてみてください。はい、ということで、今日はですね、大黒選手の登場ガチャについてお話ししていきましたが、いかがだったでしょうか。 まあちょっとね、この時期のタイミング、まあ去年もね、中田秀寿選手のね、登場タイミングの時にもね、結構話したと思うんですけど、まあどうしてもね、やっぱね、ちょっとね、ガチャ引きにくいんだよね、タイミング的にね。うん、なので結構悩むところだと思いますが、まあただこのガチャを引くメリットがないわけじゃないんでね、さっき言ったメリット点とかを考えた上で、まあ結局どうするのかっていうのはね、後悔ない選択をね、ぜひしてみてください。 まあ個人的にはこの前中田浩二選手のガチャちょっと引きましたけど、うん、まあやっぱ餌はね、それなりに手に入ります。顧問券が、まあ古門券というか顧問がまあまあ落ちてくれるので、まあそういったところのメリットとかもね、まあ当然ありますので、まあ素材とかの感じもね、考えながらぜひチャレンジしてみてください。じゃあ今回ね、の大黒正史選手の登場ガチャの解説以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日も失礼します。バイバイ。